あの中華なチューブリートことライドナウの TPU チューブ、3ヶ月1200キロ乗ってどうなった？わずか1000円ちょっとの超軽量チューブ、こいつは本当に使えるやつだったのか？はい、どうもこんにちは、笹野林京でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですねサイクリングとかロードのカスタムバラカン、そんなことをねやってます。今回なんですけど、約ですね3ヶ月前に紹介した中華なチューボリートことライドナウの DPU チューブ、嬉しいことにですね動画公開後に興味を持って買ってくれた方が結構いらっしゃいまして、本当にねありがとうございます。まあ僕には一銭も入ってこないんですけどね。ではこのライドナウ何がすごいか、本家チューボリートよりも軽く、そのお値段も3分の1程度、もうちょっと軽量なブチルチューブとお値段も変わらない、これが使えたらマジでやばいってことで紹介したもの。でも紹介当時はほんの短期間、まさにファーストインプレッション。やっぱりですね皆様が気になるのは、そう耐久性ですよね。すぐに割れたら無意味、あとは長期間使って見えてくるその進化。今回の動画はこのライドナウの TPU チューブをこちらの BH で約3ヶ月間1200キロ乗って本当に使えるやつなのかというね、真なるレビューをやっていきたいと思います。またですね、現時点でこのライドナウの TPU チューブをホイールから取り出して1200キロ使ってどれだけ状態が変化したのかっていうのもね、合わせて紹介したいと思います。3ヶ月使ってみて、1点目、まずはそう使い勝手、まあメンテ性ってやつ。ブチルチューブと比較すると空気は抜けやすい、だとすると空気入れも頻繁にやらなきゃいけないんじゃないのってやつ。正直言いますと空気はブチルチューブよりは早く抜けます。でもね、若干です、若干。例えば1週間でどれだけね空気抜けが発生するのかっていうことなんですけど、約ですね1から 1.5 バールくらい、つまり空気入れは週1で OK。 TPU ってね空気が抜けやすいって聞いていたんですけど、これなら実用に耐えられますよね。2点目、そう皆様が気になっている耐久性、つまり運用中にお前パンクしたのかよってこと。まあ自分でもビビってるんですけど、1200キロでパンクゼロ、舗装路メインの通勤利用とはいえ路肩の段差越えなどある程度の衝撃は通常、特に気をつけてライドするっていうこともなし、まあブチルチューブ時代と変わらぬ運用ですね。それでもパンクはゼロ。もしねこいつがパンクしたら専用キットっていうのが必要になるので、パンクが頻発しようものならおすすめできない。でもこの耐久性なら問題なしってことです。3つ目、快適性。これはですねファーストインプレッションの動画でも声にしていたと思うんですが、本当にね軽い、この一言、漕ぎ出しはまさに異次元レベル、その感動は今でも薄れていませんね。この感動を体感するために買っても損はないと言い切れる TPU チューブ。ロードバイクを軽量化したいんだけどと相談されましたら、今なら迷わずライドナウってね叫んじゃいますね。乗り心地についても TPU ならではの硬いという不快な感じではなくて、確かにブチルチューブと比較してはなんかドライな印象なんですけど、何回か乗れば全然気にならなくなります。むしろ設置しているタイヤの性能に依存するんじゃないかな、乗り心地って。そして4点目、最後に感情、エモいってやつ。これは走ってる時に気がついたんですけど、走行音がそそります。乾いたクオーって感じ、車やオートバイで言ったらマフラーを変えた時の感動に似てるかも。賓客エンジョイ勢の僕ですが、その音で体感プラス5キロくらいで走ってる錯覚に陥るほど、いや気持ち、感情って大事ですね。この TPU チューブはライダーをエモーショナルな気分にさせてくれますぜって感じです。気持ちね、空気抜けが早いかなと思いますが、そんな短所以外は全て長所、まさにそんなやつ。いやいや中華なチューボリートライドナウ、本当にね驚きました。それではこれからですね、長期利用したチューブを取り出してどれだけ変わってしまっているのか、それをねチェックしていきましょう。通常はダメになった時にしかね取り出さないので、
割とね貴重なシーンかもしれませんね。はい、こちらが3ヶ月1200キロ走破した TP YouTube の現状ですね。どうでしょうか。かなり伸びてはいますね。俗にね、 TP YouTube は一度運用しちゃうと伸びきって再利用できないと言われていますが、この程度ならまた戻して使えそうですよ。これで問題なく運用できるか確かめる目標ができましたね。何か気になることがありましたらね、またすぐに動画で公開したいと思います。そんなにね大きく劣化している感じには見られませんでしたね。はい、いかがでしたでしょうか。まとめとしては、この中華な TP YouTube ライドナウ、耐久性も性能も TPU のね本質を味わえる大層なものでした。この1000円ちょっとという価格なら、まずとりあえずまず使ってみてと言えるほど、クリンチャータイヤを使用しているローディの皆様、このチューブを導入するだけでワンクラス上のホイールに変えるくらい軽量化できますね。前後でですね 100g くらい軽くなれば2000円ちょっとって出す価値ありでしょ。いやー、 TPU を使ったことのない方、ぜひねお試しください。僕みたいな趣味勢でも感心するくらい変わります。こんな軽快にクオーってね、かっこいい走行音を奏でて走っちゃうのって、もうねあまりに良すぎたので3連勝用にもう1セット買っちゃいました。これでね予備がなくなっちゃったので、実は最近のアリエクのセールでさらにね安いのを買ってみました。こやつはライドナウより安いのでレビュー必須ってやつです。ぜひお楽しみに。これからも中華な面白いアイテム追っかけていきますよ。そして使えそうならどんどん皆様に紹介いたします。今回は以上となります。笹野林業はですね、皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるように、これからもエールとなる動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。